はい、こんにちは、ブルーホースです。ハーバード心理学18日目に入ってきました。はい、ということで今日も早速やってまいりましょう。18日目はですね、こちらですね、長期的な関係を作る、いきなり噛んだ、長期的な関係を作るということです。はい、でね、いきなりですが皆さんに質問です。皆さんはですね、小学校から大学までの友人関係で今でも続いているという方はいらっしゃるでしょうか。僕個人はですね、高校までだと、せいぜい片手で収まる程度じゃないかなっていうね、現実があるんですけれども、いや、数やないんですよ。友情の深さなんですよ。なんてね、強がりを言っては見るものの、やっぱり SNS とかで集まってる写真、ね、LINE とか Facebook とか Twitter で集まってる写真なんかを見たりすると、ちょっと羨ましいなって思ったりする瞬間もあったりするんですよね。今日はそんな人間関係を長い関係で見て良くしていくため、そんなワークをですね、していこうというふうに思っています。ということで、今日はですね、こちらですね、セラピストのデイビッド・シチーナさんという方が、こんなことを言っています。で、人間関係っていうのは長期的になればなるほど、実はいつかどこかで行き詰まり状態というのが訪れるということなんですね。で、行き詰まり状態って一体どういうことっていうことなんですけど、こんな感じなんですね。はい、カップルが喧嘩をしたりして、あるいは小競り合いが続いてしまって、でも解決の糸口が見えない状態のことを言います。ちょっとしたね、あんた昨日の晩どこに行ってたのよって、うるせえ俺の勝手だろうみたいなね、ちょっとした喧嘩から始まっちゃうと、でちょっとした言い争いでも繰り返しているうちに解決不能のに発展してしまう場合があると、いざこざと。で、その多くの正体ってのは一体何かっていうと、家族関係とか経済的な問題とか、果ては夜のバーンまで関係してくるということなんですね。で、どんな教育を子供に受けさせるのかとか、家族であればですね、今度ね、受験をさせるのかさせないのかとかですね、理想的な性生活は、頻度はどのくらいなのかと、週に何回やるべきなのかですね、で、どんなことに性的興奮を持てるのかっていうのは、これ以上ね、この問題に踏み込むのはやばいわ、でもこの辺でということです。はい。改めて言っていくと、喧嘩をしてしまって、それが解決できない状態のことですよっていうことなんですね。はい。で、行き詰まり状態っていうものに陥ってしまうと、パートナーのどちらか、もしくは両方ともが自分の考えを曲げないといけない状態になってしまうんですね。で、自分の信念や考えっていうものを優先するものなのか、それとも妥協してパートナーとうまくやっていくのかっていう、苦渋の選択っていうのを余儀なくされてしまうということなんですね。で、こうなってしまうと、カップルっていうのは最終的に、残念ながら破局とか離婚という結末になってしまうケースが多いということなんですね。ところが、シュチーナ先生が言うには、行き詰まり状態っていうのを個人的な成長と対人スキルの向上のために重要な分岐点だっていうことを言ってるんですね。どういうことかっていうと、結婚生活っていうのには予想しているよりもはるかに大きな緊張感とかプレッシャーっていうのがあります。で、そうしたプレッシャーがあまりにも大きいために、そういった行き詰まり状態、ちょっとした喧嘩がいざこざしてしまって、続いたりとか長くなってしまったりとかっていう状態で離婚時期だっていうふうに誤解してしまうんですね。だから、その行き詰まり状態さえ解決してしまえば、克服さえしてしまえば、個人としてもカップルとしても強くなることができると。で、2人の関係は本物になってより親密になっていきますよっていうことを主張してはるんですね。で、お互いが理解し合える親密な関係を作り上げるためには、2人で問題に向き合うことが欠かせないっていう風に言ってるんですよ。で、これを親密さの駆動輪なんかっていう風に言ってるんですけど、言葉はどうでもいいです。はい、こんなことがあるんだなってことを覚えておいてもらえたらという風に思います。で、これまで2人が歩んできた道っていうのは、確かにまっすぐではなかったと思うんですよ。ね、喧嘩したりとか、お互いの意見が一致しなかったりとかあったりとするんですよ。で、それっていうのはどちらかに欠陥があったわけでもなく、2人の相性が悪かったわけでもないんですね、実は。で、カップルに限らず人間関係において行き詰まりを感じたのであれば、もうこいつとは合わへんかったっていうふうにすぐに諦めてしまうのではなくて、その状態から抜け出すために、関係を強化していくために、あなたは何をしましたかと、その時に何ができますかっていうことをぜひ自問してみてくださいということを言っています。はい。でですね、よいしょ。で、人間関係を見直していこうっていうのが、今回なっていくんですけれども、
何かっていうと、今度はですね、今度心理学者のナサニエル・ブランデンさんという方がこういうワークをやってみようということで提示をしています。それが文章完成ワークっていうものなんですね。でこれって一体どんなワークなのっていうことなんですが、バンということで、未完成の文章の後半部分を考えるというもの。ここだけ言っててもいまいちちょっとピンとこないなっていうことなんですが、ここにね、前半の文章っていうのがあるので、僕の例文なんかも入れながら、紹介していきます。で、まずルールなんですけれども結構多いです。はい、批判的な考えっていうのは NG です。はい、でただし心に浮かんだものっていうのをそのまま書き表してみるっていうことを心がけてみてください。でその際に意味がある文章かどうかとか、それから矛盾していないかとかっていうのはもう一切気にしなくて OK です。まあ要は書き殴っていきましょうということですね。でもしもその書いている時に、あ、 A さんのことだなとか B 部長のことだなっていうふうに特定の人物が浮かぶ場合っていうのは、その人との関係をどうしていきたいのかっていうのを考えて埋めてみてください。で文章が埋まるまで考えてみて書き出してみたら、それが自分の本音、心の声と一致しているのかどうかっていうのをぜひ問いかけてみてください。で自分のやりたいと思っていることなのか、自分ができるということを書き出すことができたのかっていうのを自問自答してみるということが大事になってきます。これがルールですね。このあたりですね、ちょっとこのように、ゆっくり写しておきますので、ルール何やったっけなってことを、ワーク取り組んでみた見られる方は、ここを止めながらですね、やってみていただけたらと思います。はい。で、じゃあ前半の文章って一体何っていうと、こんな感じなんですね。大きく6つあります。あの人との関係をあと 5% 良くするためにはどうしたらいいか。もし私があと 5% 心を開けばどうなるか。関係性をさらに親密にしていくためにはどうしたらいいか。もし私があの人を多く受け入れればどうなるか。自分自身との関係を良くするためにはどうしたらいいか。自分にもっと愛が流れ込むようにするためにはどうしたらいいかということなんですね。で、例えば、僕が考えたですね、例文でいくとこんな感じですね。 5% 良くするためには自分の失敗談を話して距離を近づけていくと、あ、こんな失敗をさらけ出してくれる人だったら信頼ができるなっていう関係を目指していこうっていう感じですね。で 5% 心を開いたら、いつもは自分から誘ってなんかちょっと振られたりもしてたけど、あ、向こうからもしかしたら遊ばへんかって声をかけてくれるようになるということですね。それから関係性を親密にするためには日々の会話する量を増やしてみようということです。単純接触効果なんていうふうに言いますけど、やっぱり3回しか会わない人よりも10回会う人の方が親密で増すっていうことなんですね。そこを狙ってみると、それから 5% 多く受け入れれば、ちょっとした些細なことでも腹を立てなくなりますよねと、そんなこともあるよね、あいつのことやしということで流せるようになると。で自分自身の関係を良くするためには、自信が持てるようにいろんなことにチャレンジをしてみるということですね。はい、それから愛が流れ込むようにするためには、Can you feel the love tonight を聞くというんですね。これは冗談のようで本気のようでですね、ライオンキング のナラとそれからシンバが出会った時に歌う音楽だったりします。はい、ぜひ聴いてみてください。でですね、結構見てみると抽象的な問いかけが多いなという印象だと思うんですね。で確かにイメージをするのが難しい場合っていうのも当然あると思います。でそんな時っていうのは無理して絞り出そうとせずに、まず書き出せる質問から答えてみていただけたらと思います。さっきの僕が書いたような感じでもささっと書くだけでもいいですし、もっと深く書ける方に関してはもう深掘りして書いていってもらっても全然 OK です。で文章を完成させる背景には、あなたが人間関係を構築するにおいて、実はそうしたいな、そうなったら理想的だなっていう思いの詰まったものなんですね。だからあなたの思いを込めて文章を書いて、そして実行に移してみてください。今日のワークはそんな形でございますということでですね、本日以上となるんですけれども、最後にこの動画が役に立ったなとか、それから面白かったという方に関しては、チャンネル登録ボタンとそれからグッドボタン、ぜひよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でもお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなと
という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。